ほうぼうの旬はですね、一応でここでしっかり焼き色をつけすぎてしまうとですね、はい、どうもこんにちは、パシーです。今日はですね、この魚をやっていこうと思います。今日はこちらのほうぼうですね、ほうぼうをさばいていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていこうと思います。で、まずですね、このほうぼうはこの鱗ですね、鱗を取っていきます。包丁でこうやってガリガリと描くと取れるので、で結構ほうぼうって鱗が強いので、しっかりめにこすってあげてですね、取っていきますね。で、ほうぼうの旬はですね、一応12月から2月の冬の、産卵時期の12月から2月ぐらいが美味しいと言われてますね。だけどまあ一応年間を通してある程度取れる魚ではあるので、まあ大体まあスーパーとかでも並んでたりとかしますね。ちなみに今日のがですね、大体まあ 400g ぐらいの大きさですね。ある程度鱗が取れたら頭を落としていきます。見てもらったら分かる通り、結構ですね、この普通の魚と違ってちょっと四角い感じの体になってますので、若干さばきにくいところがあるかもしれないですけど、まあそこは手でしっかり固定してもらって、斜めに落とすような感じですね。こっちが落とせたら反対も斜めに入れます。そしてここで斜めに入りましたら、もうここでお腹を割っていきますね。でお腹を割って内臓を出していきます。はい、こんな感じですね。そしてそのまま血合いをガリガリとしてお腹の中を洗っていきます。はい、綺麗に洗いましたので、次は三枚おろしやっていきます。まずは頭を落として、これですね。で一応、ほうぼうのアラはですね、結構いい出汁が出るので、後でこれを割ってですね、塩をして、あの臭みとかを抜いてから出汁を引こうと思うので、これは取っときます。はい、まずはですね、この真ん中の腹びれのところがあるんですけど、この腹びれのちょい上ですね、ここを1本入れていきます。1本入れたら、次は真ん中に向かってゆっくり入れていきますね。こんな感じですね。たら反対向けて、今度は背びれのちょっと上ですね、ちょっと上に切り込みを1本入れて、中骨までゆっくり入れていきます。このような感じですね。たらあとはもういつもと一緒ですね、真ん中、そして引いていく。はい、このような感じですね。反対も同じですね。背中側から1本入れて、真ん中に向かってゆっくり入れたら、次は反対ですね。反対も同じように入れて、真ん中貫通させたら、開いてあげる。はい、三枚おろし完成ですね。あっという間でしたね。でまあ一応少しカクカクしているような魚体なので、まあ普段とちょっと勝手が違うかもしれないですけど、まあそこまで難しくはないので、結構簡単におろせますね、これはですね。でこの腹骨も後で出汁を取るので取っておきます。はい、じゃあ次はですね、腹骨を取っていきます。腹骨も、こちらのいつも通りですね、逆さ包丁を入れて、あとはスーッと なぞるような感じですね。でそんなに
腹骨はそんなに入ってないので、もう軽くでいいですね。少し軽く。こんなもんです。これも取っておきます。反対も同じように。はい、こんな感じですね。ホウボウはですね、お刺身でもとっても美味しいお魚です。なので、今回はですね、脱水して、数日寝かせてから、今回は昆布締めにして寿司ネタにしようかなと思います。すごく淡白であっさりした脂が特徴なんですけど、まあこれもですね、寝かせることによって柔らかくなって旨味が増してきますので、だいたい今回のホウボウで3日ほど寝かせてから使いたいと思います。はい、こちらのアラですね。ホウボウがいいところはですね、アラからすごく美味しい出汁が出るところです。なのでこのホウボウの骨とかはですね、なるべく取っといて昆布出汁の中に一緒に入れてからゆっくり炊いてあげるとですね、美味しい出汁が取れるので、今回はこれを使って出汁を引いていきたいと思います。まずはこの余計なヒレとかをですね、全部取っていきます。こういうヒレとかを取るときはですね、なるべくこの包丁の刃元ですね、この硬いところですね、ここを使って叩いていきますね。こんな感じです。包丁の真ん中の部分を使うとですね、刃が欠けてしまってとても使いにくい包丁になってしまいますので、骨を叩くときは必ず刃元を使うようにしてください。でこういうヒレとかはですね、包丁でもいいんですけれども、まあ若干やりづらいと思うので、こういうハサミ、調理用のハサミを使って切っていった方が早いかなと思われます。はい、こんな感じですね。そして頭の部分なんですけど、このホウボウの特徴的な大きなヒレですね、とっても綺麗なんですけど、今回はこれを外していきます。それとですね、ここにホウボウの顎の下ら辺にですね、こういうヒゲみたいなのがあるんですけど、これは獲物を探すときに使うセンサーみたいな役割をしているらしくて、これでこう海底をトコトコと歩きながら砂の中に潜っている餌などを見つけて食べるそうです。こういう感じですね、両方にこのように足みたいな感じでピョコッと生えている、なかなかこういう魚は珍しいと思います。はい、そうしましたら次はこれをなし割りしていくんですけど、魚の頭を割る時の注意点はですね、特にこういう頭が硬いやつとかはですね、なるべく滑らないようにこういうタオルなどを使って頭をしっかり押さえて、この包丁の刃先ですね、この刃先から刺してテコの原理で割っていくような感じですね。ちょうどこの頭のど真ん中に刺して、あとはテコの原理で下に引いていく。で、こっちが半分入ったら反対向けて、先ほどと同じですね、タオルで持って真ん中から刺して割る、これが一番安全なやり方ですね。であとは真ん中を、切ってあげます。そして中に若干まだ内臓とかが残ってますので、これをきれいに洗っていきます。でホウボウとかはですね、結構養殖のイメージが僕はずっとあったので、まあ、和食とかお寿司屋さんとかであんまり使うイメージはなかったんですけど、まあ、ここ最近ですね、僕も使うようになってホウボウの美味しさっていうのが気づいてですね、最近よく使うようになる、なったんですけれども、結構おすすめですね。ホウボウの身とかはですね、結構火を通すと硬くなってしまうので、火を通すっていうよりかは、まあ、生食した方がですね、美味しく食べれるのかなというふうに思いますね。まあ、ただちょっと寄生虫とかがたまにいたりとかしますので、その寄生虫だけ気をつけてもらえれば美味しく食べれると思います。はい、じゃあこのような感じで綺麗に割ることができたので、今から塩をして余分な臭みとかを抜いていきたいと思います。全体に薄くかかるような感じですね。表面ができたら
こちらの反対の面もですね使用して縫っていきます。だいたい方々ぐらいの大きさでしたら、まあ30分から1時間ぐらいの間で十分に臭みは抜けると思うので、その時間ちょっと待ってからですね、あの昆布で出汁を引いて、待っておきたいと思います。こちらの昆布出汁はですね、昆布を入れてからですね約1日ほど経ったものですね。しっかりと昆布の色が移ってですね、昆布の旨味が出たところで火にかけてゆっくり煮出していきたいと思います。はい、で昆布出汁なんですけど、まあいろいろやり方はあるんですけれども、一般的なのはですね、このようにですね昆布を入れたお鍋にですね火をかけて、だいたい60度ぐらいで1時間ぐらいキープして、ゆっくりゆっくり昆布の味を出していくっていうのが、まあ、一般的だと思いますね。まあ、よく料理屋さんとかでも結構このやり方やってるところは多くてですね、お湯の温度が高くなるとですね、どん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 昆布からえぐみが出てきますので、それがまあ雑味だったりとか、あのお出汁とかを引くときにですね、雑味とかがあんまり入れたくないので、この昆布を煮出す時の温度を60度をですね、必ずキープして1時間かけてゆっくり煮出していくっていう方法がよく行われてますね。はい、だいたいこれぐらいの温度ですね。この若干鍋肌がですね、泡でフツフツと、泡がフツフツとついてるような状態ですね。だいたいこれがですね60度ぐらいと言われていますので、この状態をキープしてですね1時間ゆっくりゆっくり煮出していこうと思います。はい、こちらのアラの方もですねだいたい1時間経ちました。結構水分出てますよね。これをきれいに、拭き取ってですね、軽くオーブンで焼いてカリッとさせてから、先ほどの昆布出汁に合わせて出汁を引いていきたいと思います。先ほどのアラをこの網に乗せて、このような感じですね。でここでしっかり焼き色をつけすぎてしまうとですね、このお出汁にちょっと焦げ臭い香りが移ってしまって出汁が台無しになってしまいますので、ある程度軽く焼き色がつくぐらいですね、その程度でとどめておきます。はい、いい感じに焼けてきましたね。そしたら反対の面も焼いていきます。はい、じゃあ昆布出汁の方もですね、いい感じに昆布が旨味が出てきたので、もう昆布を揚げていきます。ここで昆布を引き上げて、これを一度沸かしていきます。で今この中にですね、あの昆布のぬめりとか汚れとか、そういったものアクがですね中に入っているので、一度沸騰させてそのアクを浮き立たせてから、アクを取り除いて、そこに先ほどの焼いたアラを入れていきます。でアクっていうのはですね、沸騰している状態じゃないとですね、あの出てこないので、必ずここで沸かすということが大事ですね。この周りに出てきたふつふつとした白いものですね。でアクを取るときはこのお玉の底でですね、こうやって寄せてあげて、寄せたやつを上澄みだけすくう感じですね。こんなような感じです。はい、綺麗に掃除ができたので、ここにですね先ほどの焼いたこちらのアラをですね入れていきます。
で、ここでゆっくりですね、なるべく沸かさないように火加減を極力弱火にしてからゆっくりゆっくり煮出していきますね。ここで火加減を強くしてですね、ボコボコと沸かせてしまいますと、せっかく綺麗に澄んだお出汁がですね濁ってしまいますので、ここでは極力弱火でゆっくり煮出して綺麗なお出汁の色で仕上げていくっていう流れになっていきます。だいたいこれでまあ1時間ぐらいゆっくり煮出していったらですね、十分にいい美味しいお出汁が出ると思います。でどうしても傘がどんどん減っていってしまいますので、その都度少しお水を足してですね、また傘を増やしてあげるといいかと思います。はい、約1時間経ちましたね。だいぶいい感じに出汁が引けたと思いますので、これを一旦こしてですね、綺麗にしてから味を整えていきたいと思います。ザルを2つ用意してもらって、片方のザルにペーパーをかけて、そこにもう一つのザルを重ねて、ここにこの引いた出汁を優しくこしていきます。少し斜めにしてゆっくりゆっくりお出汁を引いていきます。かつお節とかでしたら、ね、結構ここでザーってあげる人と、あとゆっくりかつお節を揺らさないようにそっとそっとゆっくりゆっくり引く人もいるんですけれども、まあ、僕もどっちかって言ったらゆっくりやる方ですね。まあ、今回は魚のアラですけれども、なるべく出汁が濁らないようにゆっくりゆっくりこしていきますね。はい、このように出汁が引くことができました。そしたらですね、こちらの綺麗な鍋に先ほどこした出汁をですね移して、そこに日本酒を、お酒を少々、あと薄口も少々、あとお塩を一つまみですね。これで少し火にかけてしっかりお酒のアルコールと、あとお塩を溶かしてから味を見ますね。このようにゆっくりゆっくり時間をかけて出汁を引くことによって、これだけクリアな綺麗な色をした出汁が引けますね。でホウボウはものすごく脂が強いという魚ではないので、本当にお上品な味のお出汁が引けて、で魚の旨味とか香りがですねしっかりと移った美味しいお出汁になりますね。はい、ある程度アルコールの香りも飛んで、あとお塩とかもしっかり溶けてくれたらですね、ここで味見をします。すごく上品で美味しいお出汁ができました。この黄金の出汁ですね。今回はホウボウだけのアラだったんですけれども、仕込みとかが、魚の仕込みとかが多い時はですね、いろんな魚のアラを入れてですね、もう複雑な魚の旨味がたくさん詰まったお出汁というのもですね作ったりとかして、それはですね、あのお味噌汁にしたりとか、あのこういう澄んだようなお出汁っていうのはできませんので、まあ、たくさん魚のアラを入れて複雑な旨味のお出汁もいいんですけれども、今回のようにですね、ホウボウのような上品な味のしたお魚のアラだけでしたら、澄んだお出汁、こういうのを作ってですね、あの三つ葉を入れたりとか、まあ、その時その時の魚の状態とか、魚の味とかを見てですね、どのようにして出汁を引くのかっていうのも毎回変えたりしてますので、そういう楽しみ方も一つあるのかなと思います。はい、今回はですね、ホウボウのアラを使った、お出汁の引き方を簡単に説明したんですけれども、もちろんあの身の方もですね美味しくいただけますし、先ほどですね、あの塩をして、あの脱水をしているところなので、脱水が終わったらですね 2,3 日しっかりと寝かせて、その後に、昆布締めしてから握りにしようかなというふうに思います。なかなかお寿司屋さんとかで出ることってないかもしれないですけれども、とっても美味しいお魚ですので、皆さん結構好きな味なんじゃないかなというふうに思います。
まあ、スーパーとかでもたまに切り身とかでですね売ってあったりとかもしますので、そんなに高い魚でもないですので、もし見かけた時はですね買ってもらって、鮮度のいいやつがあればお刺身で食べてみたり、あんまり火を通しすぎるとですね、身が硬くなってしまいますので、火を入れて美味しく食べようと思ったらですね、蒸し料理とかが結構おすすめかなというふうに思います。イタリア料理とかではですね、あれはアクアパッツァとかで有名でよく使われたりとかするんですけれども、まあ、姿の状態でもし買ったらですね、アクアパッツァとかああいうものも美味しいかもしれないですね。お寿司屋さんではこのようにしてホウボウを使うようにしています。これからですね、もっともっとホウボウも美味しくなってくる時期になりますので、その時はまた別の調理法とか、お刺身とかでご紹介したいと思います。今回の動画はこれで以上です。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。